皆さんこんにちは、ケンです。今回の動画はタイヤで有名なシュワルベをご紹介していきたいと思います。グラベルのタイヤです。で、結構種類があります。順番に見ていきましょう。まずこの手前にあるのがハリケーンっていうタイヤになります。で、こちらはもう完全なるオフロードタイヤって感じですね。トレッドパターンがかなり、見てください、もうゴツゴツしてます。真ん中はまあスリックではないんですけども、結構滑らかで、真ん中の層はブロックで、さらに外側に行くにつれてブロックが大きくなってます。これはもう完全にオフロード向きって感じですね。26、27.5、700C、 あと29インチと幅広く展開があります。で、次に紹介するのが G1 スピード、サイドがタンカラーのやつですね。で、これがつぶつぶ、もうこれはオンロード 70%、 オフロード 30% のタイヤになります。今私がちょっと使ってみたいのはこの G1 スピードでしょうか。 e バイク用の G1 スピードも販売されているようです。で、次紹介するのが、まあ、迷ったらとりあえずこれ買っとけってやつですね。 G1 のオールラウンドモデルになります。さっきの G1 スピードに比べて、ブロックがちょっと浮き出てる感じになります。まあ、これはオンロード 50%、 オフロード 50% っていう割合で使う方におすすめのタイヤになります。で、こちらについては、かなり種類が豊富です。 700C、27.5、 650B ですね。あとは29インチと、もう幅広くサイズがございますので、太さも結構あります。マックスが 700C でいうと 38C がありますので、いいですね。これの 38C も使ってみたいですね。次横行って G1 バイト、こちらはオフロードを 70%、 オンロードを 30% の割合で走る方におすすめのタイヤになります。ブロックパターンが面白い形してますね。これはかなりぬかるみとか砂とかに強そうなタイプになってますね。で、最後に紹介するのがさっきの G1 オールラウンドと似ているんですけど、 G1 ウルトラバイトというモデルになります。こちらはオフロード 85% のオンロード 15% っていう割合になってます。